皆さんこんにちは、リフトです。今ですね、声優の鈴木達久さんが本当にまずい状況になってきているということで、今回は僕自身がこの件に対して正直思うこと、そしてぜひ皆さんに伝えたいことっていうのを話していけたらなと思います。まずですね、何があったかって言いますと、もともと彼はですね、まあ、リサさんがね、リサさんの夫なんですね、鈴木達也さんというのは。そのリサさんのライブ中に、自宅不倫をしていたというのを週刊誌に報道がされまして、でそこから体調不良を理由としてですね、ずっと活動を休止しておりました。でその中で、彼がボーカルを務めるオルドコデックスというバンドもずっと活動を休止をしてました。でその影響を受けてですね、まあ、本日本当に驚きのニュースが流れてきました。それは何かっていうと、まあ、その彼らがそのバンドが主題歌を務める予定だったフリー・ザ・ファイナル・ストロークっていう水泳アニメをね、映画の主題歌、発表が見合わせられることになりました。うん、でそれに伴って楽曲の発売も中止、そして、公開が予定されていた予告も、まあ、その楽曲の差し替えとかが間に合わないということで、公開が中止ということになっております。先日ですね、まあ、ウルトラマンの東光太郎役ですかね、これを降板するなんていうニュースも流れていて、もう本当に引退かと、活動休止だけにとどまらないんじゃないかっていう声が、ささやかれておりましたけれども、いや本当にもう、まあ、彼はね、本当にリサさんの夫ってよく報じられてるんですけど、声優としてももうめちゃくちゃすごい方で、魔王学院の不適合者アノス・ボールディゴーデ役、そして東京リベンジャーズドラキン役、七つの大罪番役、そしてフリー立花誠役、もうね本当に名だたるアニメ、本当にすごいアニメの声優さんをやられています。その中で本当に実力もあって、声もいいし、多分声優としてはもうみんな好きなんじゃないかっていう、声優さんです。彼がもちろんね、自分が悪いのは間違いないんですよ。それ不倫をしてるわけだし、でもう一つちょっとこれは明らかに問題っていうのがあって、まあ、それが、まあ、フリーのこの未発表曲を、まあ、その不倫してた子に聞かせたっていう話があるんですね。で、これがもし本当だとすれば、まあ、あくまで週刊誌が報じてる、プラス、まあ、その不倫相手の子がツイートとかをしてたのかな？なんでそんなこと言うんだって感じですけれども、まあ、それによって、まあ、その彼女が変に匂わせようと、まあ、鈴木達也さんのね、なんかリスクとかは1ミリも考えて、もちろん鈴木達也さんも悪いんだけど、によって、まあ、もちろんそれはもうコンプラ事案ということで、もう本当にそれ未発表曲なんか他の人に聞かせたらもう本当に犯罪レベルというか、まあ、その作品にね関われなくなるっていうのは当然のことというのが、まあ、世間一般的だと思いますので、まあ、そういう面でもかなりまずかったんですね、もともと。そんな中で多分、まあ、僕らが叩きすぎたなと思います。ふざけんなよと。今回のもですね、フリーの主題歌見合わせ、予告の見合わせによって、もうめちゃくちゃ叩いてる方が多くいらっしゃいます。自分が悪いのに、何お前なんかメンヘラ発動してんだよと。見かれてたサビだろと。お前が病んでるんじゃなくて、リサさんが一番悲しんでる。めちゃくちゃ正論だと思うんですけど、もうね、叩くのを、やめましょう。僕も叩いてた一人でした。本当にすいませんでした。もうすいませんでしたというのもおかしいんだけど、叩かれて当然ではあるんだけれども、まあ、彼ね、なんか自殺未遂をしたなんていうニュースも、今日ニュースというか週刊誌の情報も見て、まあ、それが本当かどうかは確かにわかりませんよ。不倫をしてたとかっていうのも結局本人たちが発言してるわけではないから、まあ、それ家に入っていたとかそういう部分はね、週刊誌に取られてるんですけど、で、まあ、この未確定な情報が多い中で、もうね、これ以上叩いて、彼がもう本当に自殺なんてしたら、もう僕ら後味悪いとかいうレベルじゃないと思うし、まあ、自殺させたいわけ、叩いてるわけじゃないでしょ、みんな。で、その上で、多分、鈴木達也さんが降板してほしいと。お前なんか声優のそんな不倫したやつの声、その未発表というかコンプラ守れないようなやつの声聞きたくねえよって人はいらっしゃるかもしれないけれども、その自分の好きなアニメの声優やってて、そのアニメ自体がなくなることを望んでる人っていうのは誰もいないと思うんですよ。今本当にこの状況が続いていって、もう鈴木達也さんも、この活動休止だけにとどまらない状況になってきた今、本当に魔王学院の不適合者2期とか、東京リベンジャーで今放送もやってますけれども、まあフリーもそうだし、まあ7つの大罪は完結を迎えましたが、本当にすごい作品に関わってるわけですよね、彼は。で、そのアニメが、たった一人の声優の、
まあ、不祥事、もう普通声優界ではね、これまで不倫、まあ僕も本当にこれを機にどんどんいろんなこと知ったんですけど、まあ声優界で不倫って大したことないみたいですね。まあまあそれいろんな考え方があると思うんですけど、まあ声優界では割と、まあスラッと復帰できると、まあ芸能界でも復帰できるとは復帰できるんですけど、まあ声優界は割とそのイメージも落とすことなく、復帰できるっていうのがまあこれまでだったみたいなんですよね。で、それを見たときに、さすがにもうね、もう叩く、もういても、ただ鈴木達也さんが傷つくだけだと。で、彼がもう永遠に演じることもなく、ただただアニメが来ないっていう最悪の状況になってしまうと思うんですね。だから、もう僕自身ももう叩かない、もう、確かに、まあ信じられない行動してるとは思うんですけど、やっぱ何よりも、その自分の好きなアニメの2期が来ないとか、やるはずだったアニメが来ないっていうのが一番悲しいことなのはもう皆さん間違いないと思うんですよね。まあ、青学院の不適合者の2期も本当に見たいし、東京リベンジャーズだってずっと見続けていたい。まあ、できれば僕は鈴木達也さん、声優としては本当に好きだし、多分声優としてはすごい好きって方ばかりだと思うんですよ。だからもちろん彼が悪いし、それでさらに、まあ、活動休止だとか、こうやって周りにも迷惑をかけてる状況で叩きたくなる気持ちもわかるんですけど、もうやめましょう。もうこれ以上彼が傷ついても、もうね、意味ないというか、もう傷つきってるんで、叩かれ切ったと思うんですよ。もうね。もう傷つくで彼は傷ついて、もう反省せざるを得ない状況、まあ、自殺未遂、もしかしたら本当にしてるかもしれない。まあ、それ自分がやったことに対して言われてんだからね、ふざけんなよと思うかもしれないですけど、もう、やめましょう。で、本当に素直に、応援したいなっていう、応援したいというか、やっぱアニメ来てほしいなっていうところで、やっぱ鈴木達也さんにお願いしたいのは、もうね、何が真実でもいいから、とりあえずコメントを出した方がいいっていうところで、まあ、今事務所も鈴木達也さんも本当にだんまりなんですよ。ただ活動休止体調不良でっていうので、まあ、実際何もなかった体調不良で活動休止だったらすごい心配するんですけど、まあ、こういうことがあってそうやって言われたら、まあ、それが影響、原因なんだろうなと、体調不良っていう言葉で甘えんなよっていう意見になっちゃうと思うんですよ。そうやって言っときゃ何でも許されると思ってんのかみたいな、それになっちゃうと思うんですよね。もう何が真実ったら、もう変な、それはその、コンプラ事案ですよ。その未発表曲と、聞かせたとかいうのは本当であれば。で、本当に、もうフリーとか、その、まあ、フリーの曲かはわかんないんですけどね。だろうって言われてるだけで、まあ、そのフリーとか、その作品、その関わってる作品は確実に降板になってしまうと思います。本当にそれで言ったらね。その会社としてもそれはもうやめて、そんな、いくら人気だかって、そんなね、人をやらせるわけにいきませんから、そういうことになってしまうとは思うんですけど、もうね、真実を包み隠さず話せば、もうね、誰も叩かないと思うんですよ。叩く人はいると思うけど、許してほしいとかいうことじゃなくて、ただただ不倫の件に関しては別に僕らに謝罪する必要なんて別にないから、もうリサさんにだけただただ謝って、リサさんもね、活動休止とか本当にもうライブ休止されたり、もう尋常じゃない被害が出てるわけ、損害が出てるわけなので、もうリサさんにだけでも本当に、何が起きてもリサさんが一番悲しんでると思いますんで、不倫に関しては本当リサさんに、心から謝ってほしいし、この未発表曲をね、公開したかどうかについては、もう本当に、真偽、どちらであれ、話すしかないと思います。まあ、結構ね、多分これ、発表してませんっていうのを、何も聞かせてませんよっていうのもなかなか今難しい状況だから、もう本当に真偽は本当にわからないんでね、ただそのツイートをしてるのが本当かどうかってわかるわけないんだから、実際聞いてるわけじゃないんだから。で、まあ、それで、フリーが降板になったら、それ、すごい辛いんだけれども、もう本当に、うやむやにするんじゃなくて、もう真摯に対応すれば、応援してくれる鈴木達也さんが声優として好きって方はもうめちゃくちゃいらっしゃるわけなんですよね。だから、応援したいし、それを何よりも望みたいなと、思います。本当に僕自身、まあ、前回、まあ、いろいろ、まあ、不倫に対して、まあ、感情的になる面もあって、まあ、それが僕は間違ったことだとは正直思わない。コメントでもいろんな意見があって、たかが不倫ごときに何を前切れてんの、頭おかしいのかって言われたりもして、僕自身も考え直したんですけど、まあ、良くないことなのは間違いないわけなんですね。まあ、その人の怒りがあって、その人によって違うっけって、お前リサさんなんか友達でもねえで何つの切れてんのって思われるかもしれないけど、僕はやっぱリサさんも好きだし、鈴木達也さんも声優として好きだからこそそういうのは思ったし、また、未発表曲っていうのは、まあこれどうやっても許されない。これは誰も擁護のしようがないことなので、未発表曲を聞かせたかもしれないって、聞かせたってことが本当だとすれば、もうぜひコメントしていただけたらと思うし、今叩いてる方、
まあ、せめて温かくもうね静かに見守っていただけたら、アニメ応援していただけたらなと思います。という感じで以上とします。